小村次太郎は1855年に誕生。司法省、外務省に勤務後、外交官となり、1901年に外務大臣になります。1904年、日露戦争が起き、翌年、ポーツマス条約が結ばれます。この時、ポーツマス条約を調印したのが小村次太郎でした。1908年、2度目の外務大臣となった小村は、韓国併合を行います。 また、1911年には、関税自主権を回復させ、不平等条約を解消しました。